おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今週もゆるーく頑張ろう。今日はね、豚玉スタミナ味噌炒めです。パプリカはね、細切り、玉ねぎは薄切りです。ウインナーに切り込み、カニカマはね、4等分に切って、包丁の腹でさ、ほぐすよ。で、豚肉に軽く塩コショウをペペッと振って揉み込むよ。そしたらね、小麦粉をまぶします。これもね、揉み込むよ。調味料を合わせます。分量はこれです。味噌味もまたさ、ご飯が進むもんね。ご飯が進むものばっかり。成長が止まらないです。私だけ、なぜか。なんかさ、みんな一緒に住んでて同じもん食べてるんだけど、子供たちもとてもさ、普通なんだけど、私だけがなぜか成長期が止まらない。困っちゃう。ああ。そしたらさ、しっかり混ぜる。でね、卵焼きの準備です。今日は多分久しぶりじゃないかな、カニ玉風にしたんだ。そしてね、私先週の月曜日だったかな、確か生協コープ鹿児島に電話をして、そしたらね、なんかね、に明日か明後日にはね、連絡しますって言われたのね、電話口で。だからね、ずっと待ってたんだけど、1週間経っても来ないから、一人でね、プンプンって怒ってたの。怒ってたっていうかさ、やだ、電話してあんな言ったのに来ない、なんでって、ってね、ちょっとね、一人でね、イラッとしてたの。してたの。そしたらさ、私が先週の水曜日だったかな、病院に行ってたよね。あの時にね、切っときゃったみたいでさ、今朝ね、ポストを見て、ちゃんと丁寧にね、ちゃんとほんとすごく丁寧にね、お手紙が入れてあるのを発見しました。ちゃんとポストを見ないとダメだね。だってさ、ポストに入るものはさ、請求書が多いから、請求書が多いって、そうなのよ。ポストに入るのは請求書が多いからさ、あんまりポストを見ないの。そしたらね、多分、生協の人はちゃんとね、しときゃったみたいで、丁寧にね、お手紙書いてさ、電話番号まで書いてね、ありました、よかった、私ちゃんと今日ポストを確認して、じゃないと今日またプンプンって怒りながら電話するとこでした。まあこんなね、いかんね、ちゃんとポスター見ないといけない。すぐね、見ないの。見ないのって威張ってね。なんか今日もさ、ああまた請求書だわと思ってさ、ポストを開けたらガスの請求書も入ってたし、あとはね、そのホープの手紙が入ってました。びっくりしちゃった。ちょっとせめて1日おきにポストを見るようにしようかなって思った朝でした。みんなポストは毎日見るのかね、どうなんだろう。私だけかな、こんな見ないのは。で、これで卵焼きの出来上がり。ウインナーをね、焼くよ。そしたら何したっけ？あ、オリーブオイルを熱します。そしてね、パプリカと冷凍インゲンを一つかみ入れてある。これをばね、炒めます。そして私はとうとう
この暑い期間だけでも、生協コープ使おうと思っちゃった。で、分量はこれです。でも夏休みも来るからさ、子供たちの食べる量も増えてるし、もうバッタバッタ忙しくなるからさ、忙しいって、暇なんだけどね、基本は。コープ頼むことにしちゃったんだ。暑い期間だけでもね。なんでこんなあるかね、もうがっついか、もう外に出たくないとかさ、困っちゃう。ならね、油を熱します。お肉をどんと入れて、炒めるよ。なんかトンビが鳴いてる。なんかピーヒョロロって言ってるから、ピーヒョロロって鳴くのはトンビだよね。でね、お肉に半分ぐらい火が通ったら玉ねぎをどんと入れて、炒め合わします。ちょっと今噛みそうだった。でさ、お肉に火が通る頃には、玉ねぎもしんなりしてくるから、合わせ調味料をザバッと入れて、炒め合わせまーす。タレがしっかり絡むようにね。これでね、豚玉スタミナ味噌炒めの出来上がりです。詰めます。大葉ですきって、ご飯は傾斜をつけてる。卵焼きはね、断面が見えるように詰めるよ。まあ、すごい大きな卵焼きをドカンと詰めました。で、カップを敷いて、ここにね、スタミナ味噌炒めを詰めるよ。このね、玉ねぎも味がよかふに染み込んで美味しい。カップにコンソメ炒めを入れて詰めます。そしたらね、ウインナーをあそこにキュッて差し込んで、ミニトマトをちょこんと乗っけて、塩昆布でね、梅干しをちょんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、こんな感じのお弁当でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。